ガール千秋です、今日はですね、タイ語で、とてもという意味について、シェアをしたいと思います。英語でいうところのベリーですね。例えば Thank you very much、 ベリーつけると、とてもありがとうございます、とってもっていうちょっと強調するね英語になると思うんですけども、これに当たるのがタイ語ではマーと言います。はい、でこのですね、あのマークって2回続けて言うことも結構多いんです。例えばありがとうございますってタイ語でコップンカーですよね、どうもありがとうございます、本当にありがとうございますと、あのもっと気持ちを込めたいときはですね、コップンマーカーと言います。でさらにもっともっと本当にありがとうございますっていう気持ち伝えたいときはコップンマーカーっていう感じですね。マークって2回使うことが結構ありますね。その他 の、 あの、まあ、例文としては、例えば、いい、まあ、タイ語でリーって言うんですけども、とってもいいですね、リーマーって言いますし、それがもっと強調したい場合はリーマクマーっていうふうにですね、マクマーって2回タイ語って繰り返して使うことが多いので、こんな風に使います。はい、ぜひ皆さんもいろんなシーンでですね、まあ、あの使いますので、覚えてですね使ってみてください。あと私ですね、LINE アット、公式アカウントを始めました。こちらでは、YouTube に先駆けて LINE のメンバーの方にですね、先に動画をお届けさせてもらったりですとか、旅に役立つちょっとした、アイデア、テクニックを共有しておりますので、ぜひぜひ友達追加よろしくお願いします。はい、ではまた次の動画でお会いしましょう。